さあ、やっていきましょうか。バイオハザード7、ノットアヒーロー。チラ見えないチラんー、走り抜けろ、走れ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 、オッケー。ショットガン。で、やべやべ、撃ってくる、撃ってくる、撃ってくる。抜けてる。特にこいつはあれなんだね。オッケー。わ、銀フック。あ、もうラスボスだったんだ。しまった、前回やめないでその続きやればよかったですね。すいません。死んだはずだろ。まあラスボスとはいえなかなか強かった印象があるから、まあ持っている火力を全部ぶちかましていってね。これからラスボス戦が始まるんで、頑張れっていう方はぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して応援していただけたら嬉しいです。そして動画も最後までご覧くださいね。で、これどのタイミングで出てくるのか、喋ってる会話が終わったら出てくるのか。おー、急に出てきた。うい、もうすげえ楽しそう。でもさ、それさ、いくら金の力があるとはいえさ、戦闘に関してど素人とさ、もう20年くらいさ、戦ってきてるこいつと。まさか死ぬ直前になって自分が変異すると夢にも思ってなかったかもしれないね。ここまでだ。残念でした。ここまででしたね。いい君だろうな。まあルーカスの命は所詮その程度なんですよ。おめめクリクリやな。意外と純粋な少年の心は持ってんだろうね。どうなってる。だけどまあサイコパスが勝っちゃった。いやー、ドロドロに取ってくれて、カビが入るのは分かるけど溶けるのは何でしょう。いや、おめめがグリーン。眼球が今最後キョロッ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 しちゃってるな。で、どうなる。長くない、あれ。バイオハザードかんと思ったら始まる。なんかこの辺り若干シーウイルスっぽい雰囲気があるな。あらら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 、生えてきた。で、ちょっとアイテム変化しといて、まずはもうちょっととにかく打ち込みまくる。距離があるうちに打ち込みまくる。ショットガンやりたいけどな。でも距離があるうちはあんま打っても倒れてもめっちゃ速いわ。シンプルに走ってきたわ。ジュ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 、オッケー。とにかくもう打ち込んでいくしかないから、ほい、爆発。もう一丁。とにかく火力で押しまくる。ういういうい。あれ、ラブロットのおかげでやっぱ白くなってる。あ、ハートキャッチ、ドックンドックンや。今のうち。あ、おお、痛い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 。意外とリーチ長いのね。危ない。逃げる。リーチ長め。爆発セサミン、オッケー。ショットン、ショット。あれ、ちょっと待って。あれ、ハートキャッチプリアクエアだと思ってたけど、あれ、顔だったのか、あの光ってるところ。顔が光るって珍しいな。心臓が光ってるとかだったらね、あの心臓ってほら赤いからさ、それが暗闇とこうしてピッカピッカチューってなるのは分かるけど、あれ、あ、やっぱ心臓だね。あれ、顔、心臓、どっちも、あ、じゃあ赤、心臓の明かりが顔にも照らってるって感じか。あ、逃げよった。おい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 、そんなのでいいのかよ。燃やしちゃうぞ。まあいいや。チキ、今のチキ。頭が痛い、偏頭痛、それかもしくは昨日飲みすぎ。飲みすぎのダメージが今来た。ジュースで。あ、近い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 ね、よし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 、なん、痛い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 、なんだ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 、死ねえ死ねえって言われてる。おお、ダメージ強いな。あれ、え、うそ、あ、一撃必殺ですか。え、ルーカス一撃必殺なんて、そんな強烈な技も、マジか。うわ、こんなのにやられるつもりなかったんですけどね。うわ、またアイテム拾い直した、あのシーンやり直しか。うわーん、やっちまったわん。あれ、木箱落ちてる。ん、あれ、ああ、もうそこリスタートですか。あ、待っててくれてありがとう。ごめんね、君命1個しかないのにさ、クリスったらさ無限に命あるんだ、怖くない。ということで、
爆発。うら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 。ちょっともうまやらかしたわ。とにかくこいつは至近距離での攻撃しかないか。半玉か。半玉ですか。もう至近距離の攻撃しかないから、とにかく距離を取って、距離を取っても大丈夫なハンドガンでまずは前半攻めていく。まさか、あ、今の攻撃かな。今の攻撃食らったら一撃必殺雨あられやったんか。クソやっちまったな。まさかの一撃必殺という恐ろしい武器を持っているとは君には想像もつかなかった。出すってことでゼロ距離ショットか。うら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 、やばいぜや。ようやく防御とかそういえばあったなとか思い出してる。今日このゴロ痛いの。今日のこのゴロ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 、ちょ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 、ゴリラ、こっちはゴリラ並みに騒ぐな。ギャ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 言うな。おらおら、うるうるうる。今のうちは上登っていくんだろう。あ、またまた、おっぱいおっぱいキャッチプリキャ。お前のその C カップのおっぱいなんか興味ないんじゃ。うら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 、女の子しか興味ないですから。ピョン。で今のうちにアンプルビュー。 OK。 あ、これ名前何だったっけ。ハイブリッドじゃなくて、忘れちゃった。飲みすぎなんだって。向かい酒してくるからですよ。シンプルに、シンプルに、もうウコンを飲む前に飲んどかった。周囲の汚染レベルが上昇しています。よし、もうこっから遠慮しない。言われなくても分かってる。よいしょよいしょよいしょ。危ない。おらおらおら、酸素供給が衰えてしまう前に、衰える、枯渇する前に急げ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 。酸素とボンベがなくなったらどうなるんだっけな。普通に継続的ダメージを食らわされるのか、一瞬でカビが生えてしまうのか、どうなんだろうね。ちょっとそこになるまでに至ったことがないから、あんまりピンときてないから。うらうるうるうるや。逃げます。で、あーって上でなんかあの生きり立っているうちにボンベ返る。うるいててててててて、ガードを解いて瞬間に攻撃するんじゃないわよ。うら、燃えろ。さあ最大火力でもうラムロット全部打ち込んでいくぜ。必要ないからな。おら、ショット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 。あ、終わった。あ、終わった。何の脈絡もなく終わった。無事倒した。よくやったって方はね、ぜひね、チャンネル登録ボタンで応援よろしくお願いします。応援というか、まあ、ご褒美ください。終わったわー。あ、ノットヒーローってなんか、まあ、パート5つに分けてるけど、時間にして1時間くらいだね。顔がいっぱい入るってさ、なんかリサトレーバー劣化版みたいな感じになってる。リサトレーバー死なないからより強いけど、あなた、頭砕け散った。ようやくな。長陣長。データの送信を止めないと。まあ、改めてやってみてね、やっぱりルーカスってどうなったって気になっている。どうすれば止まる。プレイヤーの疑問をここでちゃんと払拭してくれたっていうのが良かった点なんじゃないかなと思うね。いや、本当に本当に、まあ、サーバーの壊し方むちゃくちゃやで。構わないさ。で、状況は。いやー、楽しかった。久々にやってみて、あ、まあちょっとさすがに FPS は酔うけどな。では帰還する。プレイしてる人でも酔うくらいだからね。実際に見てるだけの人どうなんだろうね。いや、本当に最後までご視聴いただいた方本当にありがとうございます。まあ、あの、こんな感じでね、次回はあのマジで初めてのバイをやります。あのエンド・オブ・ゾイをこのまま続けてやっていこうかなと思ってるんですけど、なんだかんだエンド・オブ・ゾイってその近距離だし、あ、ま、ジョーっていうサブキャラがあまりにもちょっと急に突飛って出てきたキャラだから、まあ、あのゲーム実況やってる方のプレイを、あの、なんか飛び飛びでラジオ感覚、それこそ自分がいつもやってる感じなんで、ラジオ感覚でチロッチロッと見た感じだから、ストーリー全く分かんないし、どんな風にプレイしたらいいのかっても分かってないんで、ガチの初見プレイをやっていくことになります。ということで、その動画をまたご覧いただけたらな、という風に思っております。はい。いやー、まあやっぱ重火器を使って遠距離から、至近プレイでゴシゴシゴリゴリやっていくのが僕好きなんでね。近距離戦でね、あのナックルだけでモールデッド倒すっていうのはさぞかし痛快なんだろうけど、僕あんまりそぐわないっていう感じ。あら、あ、終わったわ。あれ？エンディングでも流れないのか。プレイ時間70分でしたね。そんなもんですね。うん。
アンプル、スタビライザーは使ってない、ステロイド。で、難易度プロフェッショナル、アンロック、トールハンマー、サイト B。サイト B って言ったらな、イスラ・ソルナ島が浮かんでくるけどな。これ、ああ、もう終わりか。ああ、じゃあ前回そのまま続きでやっちゃえばよかったかもしれなかったですね。すみません。いや、本当に最後まで動画ご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。お付き合いくださってね、本当にいつも皆さんが見てくださるから僕もなんか頑張ろうって思えるんですよね。まあ、ぜひね、コメントなんかもいただけたらさらに励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。バイオセブンダウンロードコンテンツエンドオブゾイ、次回やっていこうと思います。ノットヒーローは以上です。ではまたお会いしましょう。バイバイ。